月曜最初のコーナー参りましょう。食いしん坊の、はい、今回ですねカフェ特集でございます。はい、私ですね気になっていたお店でまだ行ったことなかったんで皆さんにもご覧いただきたいと思います。このお店でした。どうぞ。今回はカフェ特集です。美味しいお食事もスイーツも食べたいというあなたにご紹介するのはこちらカフェビットです。場所は宮崎駅東口を東に進み2つ目の信号を右折すると右手に見えてきます。この春でオープン16年目を迎えられましたカフェピット。広々とした店内にはテーブル席、ソファー席があります。白いソファーのお席や濃いブルーのお席もありまして様々な雰囲気をお楽しみいただけます。また奥には会議などでもご利用いただけます個室もあります。それではメニューを見てみましょう。メニューはこちらになります。はい、こちらでは9時からモーニングもご用意されています。ホットサンド、プレートなど3種類からお選びいただけます。ランチメニューですがカレーランチやホットサンドランチ、また8種類の中から選べるパスタランチもあります。さらに肉料理です。チキン南蛮や生姜焼きセットなどどれも美味しそうですね。続いてオリジナルのピッツァ、また甘いもの好きにはたまらないフレンチトーストも様々揃っています。最初にご用意いただきましたのはこちら、白っぽい色をしてますがカレーですよね。グリーンカレー940円になります。サラダもセットになっています。このね、まあ、グリーンカレーっていうのは、まあ、辛さもそうなんですけれども、まあ、旨味もコクもありますよね。でこの見た目もまた美しいんですけれども、野菜としては赤ピーマン、普通のピーマン、ナス、あとブロッコリー、鶏肉を使ってます。でものすごく食欲そそるスパイシーな香り、はい、何が入ってるんですか。はい、一応企業秘密なんですけれども、まあナンプラーと、ココナッツミルク、ニンニク、唐辛子が入ってます。それ以上は言えないということですね。はいでは、うん、ものすごくスパイシー、辛いんですけどココナッツミルクが入ってるからなんでしょうかね。まろやかなんですよね。はい、次が食べたくなる辛さ。あ、でも体がすごく熱くなってきました後から来る辛さだと思います。これがグリーンカレーですね。はい、香りもいいしピリッと辛いこのカレーなんですけども、カフェで本格的なタイカレーがいただけるってこれは癖になりますね。ハギちゃんは見た。カフェピットではオリジナルアプリが使用可能。日替わりメニューなどの最新情報を随時更新しており、他にもいろいろなサービスがご利用できます。続いてご用意いただきましたのはこちら、ピザでございます。クワトロフォルマッジというピザになります。クワトロフォルマッジ、はい、初めて聞いたんですけれども、はい、どういうピザなんですか。はい、4種類のチーズを使っているピザで、うちの場合はナチュラルチーズ、レッドチェダーチーズ、うちで桜のチップでスモークしたスモークチーズ、パルミジャーノチーズの4種類を使っているピザになります。もう本当にあのチーズの香りがもうこの辺いっぱいに漂っております。でチーズだけではない、このちっちゃなカップは何ですか。はちみつです。はちみつ、じゃあこのはちみつをかけていただくんですね。はいはい、では、うん、口の中で
チーズの塩味と、あと蜂蜜の甘さ、一緒になって新しいハーモニーが生まれました。チーズだけでは完成ではないっていうのが分かりました。甘じょっぱいっていうのがそのやっぱりビールとかにも合うし、ワインとかのおつまみにも合います。まさに本当にお酒が欲しくなる味ですもんね。そうですね。続いてはこちら、またまたテンション上がる一品出していただきました。フレンチトーストキャラメルデラックスになります。カフェピットの人気メニュー、はいはい、もう見た目にも彩りもすごく綺麗ですし、香りもいいんですよね。キャラメルのソースが2種類、キャラメルのシロップが1種類を焼いたフレンチトーストに染み込ませて、フルーツを上からトッピングをして、うちで作ってる飴細工を飾ってます。上にはですね、アイスクリームが乗ってますよね。アイスクリームもキャラメルのアイスクリームです。あったかいトーストに冷たいアイスが乗ってるわけじゃないですか、はい、この組み合わせが食べていただきたいポイントになるわけですね、はい、ではフレンチトースト自体カリッとした食感はあるんですけれども、中はちゃんと種が染み込んでるので、噛む瞬間にいろんな味がまた一つに合わさるんですよね。このアイスクリームだったりフルーツがまたいい仕事をしてるんですよね、はい、これでもちゃんとランチ食べた後に一皿食べてしまうっていうのは分かる気がしますね。はい、結構いらっしゃいます。カフェといえばね、やっぱりこの甘いもの欠かせませんけれども、このフレンチトーストはカフェピットならではですね。はい、またぜひ食べに来てください。はい、常連になるかもしれません。ありがとうございます。オープン16年目のカフェピット、人気のカフェスイーツはもちろん、お酒に合うメニューもありますので、女子会や夜カフェ、デートにもぜひご利用ください。はい、はい、いいですね。もうね、最後 のフレンチトースト見ました。いやあれはすごいね、ボリューム、はい、やっぱりカフェといえばやっぱりスイーツ欠かせないじゃないですか、はい、うん、あのフレンチトーストのデラックスなんですけれども、はい、飴細工ありますし、アイスもたっぷり入ってますし、あのちょっと飾ってあるお花なんですけども、食用のお花なんですけども、結構高いんですって、食用のお花って。でもやっぱりデラックスだからこれは欠かせないんですよねって言って、うん、必ず乗っけてくださるんですよ。そうなんですね。それも嬉しくないですか。そうですよね。女性って出てきたもので、うん、まず目で見てテンション上がるんですよ、食べる前に、うんうん、いろいろ写メ撮ったりとかね、しながら、うんうん、で食べてまた喜ぶっていう、ね、これがやっぱり醍醐味じゃないでしょうか。そうですよね。他にもいろいろ美味しそうでしたね。いいですね、あのピザとかも美味しそうでしたけどね。チーズたっぷりの4種類どさっと乗ってて、そこにも蜂蜜をね、このちょっと甘いのとちょっとこうしょっぱいので、いい塩梅になるっていうことですよね。はい、あのクワトロフォルマッジっていうのが4つのチーズを使ってるってことなんですけども、はい、そのお店によって使ってるチーズで違うんですって、でこちらの場合はそのあのご紹介した4つのチーズを使ってるんですけれども、はい、やっぱりね、さっきあきらくんが言ったように、うん、チーズと蜂蜜が合わさってこそのこのピザなんですよ。でこの薄さもやっぱり、うん、あの厚みが厚いのとだとまた違ってくるんですよね、うん、食感が違ってくるし、はい、口の中で合わさるものが違ってくるので、ええ、この薄さも大事なんですと話されていましたね。薄いピザ好きですもんね。ピザ好きですね。カレーもご紹介しましたけれども、はい、グリーンカレー、はい、あの串本さんもあの県外とか海外とかで食べたもの、はい、美味しいって感動したものを、ええ、ぜひオリジナルで作りたいという思いで、はあ、今回も出していただいた3つのお料理もそうなんですけれども、うん、ご紹介してくださったんですよね、やっぱりあの感動したらもっと美味しいものを、そしてオリジナル作りたいっていうその思いがね、料理にちゃんと込められてました、はあ、だから自分が美味しいと思ったものを共感してほしいっていうことですよね。はい、
で、あのカフェビートはですね、はい、あの20名収容可能 の、 あの会議室なんかもありますので、はい、お昼に会議してランチをされる方も多いそうなんですよ。あ、なるほど、はい、詳しくお店に問い合わせていただきたいと思います。はい、そしてですね、あの一つお便りいただいてまして、はい、あのこちらはですね、花ヶ島町にお住まいのさとしさんです。ありがとうございます。テレビで紹介されたお店には必ず行っていますが、出演禁煙情報を教えてくださいということでいただいています、はい、カフェピットさんはですね、はい、一部禁煙席が、あ、喫煙席があります。で、情報はですね、あの地図情報のところで禁煙席があるところは禁煙と書いてありますので、こちらの方もぜひ、ね、チェックしていただきたいと思います。わかりました。はい、それからカフェピットなんですけれども、はい、あの通常の定休日以外に3月は27、28、29もお休みということでございます、はい、ますので、どうぞ皆様ご注意くださいませ。はい、はい、それでは場所のおさらいです。はい、場所なんですが、宮崎駅東口を東に進み、2つ目の信号を右折すると右手に見えてまいります。はい、そしてプレゼントもいただきました。2000円分のお食事券を3名様です。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ご紹介したお店の情報はこちらです。宮崎ケーブルテレビインターネット加入者限定サービス宮崎グルメ情報と、スマートフォン専用のグルメサイトグルメットで検索いただけます。ぜひご覧ください。以上、食いしん坊でした。 CM の後は宮西子供新聞テレビです。